アスルクラロヌマズは、日本の静岡県沼津市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟する、サッカークラブ。1990年に創設。2006年に、アスルクラロヌマズへ名称を変更した。アスルクラロはスペイン語の青と明るいとして創設され、1980年に、同名称へ変更の運営を引き継ぐととともに、アスルクラロヌマズへクラブ名を変更した。 2012年に東海社会人サッカーリーグ2部に2013年に東海リーグ1部に昇格した。2013年9月17日、J リーグ理事会において J リーグ準加盟クラブとして承認された。また、2014年より発足する J3 リーグへの参入を目指し J3 ライセンス資格審査及び J3 スタジアム要件審査にも合格した。一方で、 東海リーグ一部は4位に終わり、第49回前者及び、第37回地域決勝への出場はならなかった。地域リーグで、J3 への参加資格を有した3クラブのうち、地域決勝に出場した、グルージャ盛岡、レノファ山口 FC の次に審査を行うものとされ、J3 ライセンスを交付するが、J3 入会審査には及ばなかったものとして、J3 リーグ参入は叶わなかった。 一方で、日本フットボールリーグのチーム数減に伴う入会希望申請も行っており、2013年12月4日の JFL 理事会で2014年度からの JFL 入会が承認された。JFL 初年度の2014年シーズンは14、チーム中8位の成績、2015年シーズンは14、チーム中5位の成績でともに JFL 残留となった。 2016年シーズンは、ファーストステージが3位。セカンドステージは、第15節で、ファジアーの岡山ネクストを破り4位。年間順位で3位となった。同年11月16日に開催された、J リーグ理事会にて2017年からの J リーグ加盟が承認された。これにより、静岡県からは、清水エスパルス・ジュビロ・岩田・藤枝・ミベックに続いて4クラブ目。 静岡県東部からは、初の J リーグクラブとなった、J3 参入1年目。三永優也、谷岡健志郎、三上隼人が、紀元月遺跡満了、高瀬翔、高橋勘太、水木正人、中筋誠が、JFL ラインメール青森へ遺跡するなど14名が、対談。一方で、秋田から、元日本代表の伊藤テルエツ、愛媛から大西マサルゴ、 長野から渡辺亮太、ソニー仙台 FC から、前沢豪樹、松藤精神、八戸から菅井拓也、奈良クラブから谷口智樹を完全遺跡で、熊本から小牧重本、水戸から石井彩を期限付き遺跡で獲得。期限付き遺跡だった、倉田美咲大蘭が完全遺跡に移行、オーストラリア海 NQFC ヒートの渡辺志門、元水戸の福留健吾、 国士館大学の藤崎智隆が加入した。8月、長崎から旗純記が期限付き遺跡で加入した。J3 リーグ初勝利は、第3節藤枝ミベック戦だったが、第6節から4連勝を含む7試合負けなしで2位に、浮上、第13節首位ブラウブリッツ秋田戦に敗れ一旦4位に、交代するが、再び5試合負けなしで、J3 リーグ中断期間前の、 第十八節終了時点では十勝四分三敗の勝ち点十四で三位となる。第二十三節、三連勝で中断前からの連続負けなし記録を十に伸ばした時点で暫定首位に浮上。直後の第二十四節、グルージャ森岡戦で敗れ首位は一節のみとなったが、その後も二位につけ、第三十節から三十二節まで一旦三位に下がった後、第三十三節で、 再度二位に浮上、最終節の首位栃木 SC 戦に勝てば優勝だったが、引き分けに終わり、最終節勝利した、前節三位の秋田に逆転優勝を許した。最終結果は十六勝十一分五敗、勝ち点五十九の三位となった。j 三参入二年目。J2 昇格を目指し、明日方目的競技場の J2 ライセンス基準会の改修工事推進を図るが、 6月末のライセンス、申請締め切りまでに話がまとまらず、J2 ライセンス申請を断念し、J2 昇格は消滅。J3 ライセンスを申請し、10月承認された。リーグ戦は4位で終えた。吉田大成5年目。リーグ戦は、前年より8つ、順位を落として12位に終わった。シーズン終了後に、吉田が監督を退任した。 元徳島ボルティス監督の今井正隆が監督に就任した。藤木幸を応援 PR 大使にした。かつてはジュビロ岩田と業務提携を結んで悪ジュビロ沼津を組織していた。2013年4月、アスルクラロスルが株式会社にトップチームの運営だけを残して、アカデミー及び総合スポーツクラブは別途設立した。一般社団法人アスルクラロスポーツクラブに移管した。 ホームスタジアムは、明日加工域公園多目的競技場である。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムは、アスルクラロ沼津の年度別成績一覧、年度別入場者数を参照のこと、アスルクラロスルガに関するカテゴリー。ありがとうございます。